愛する人のために何とか自分が変わらなきゃ、そして愛する人のために自分がダメなところを直して、そして自分磨きをしてどんどん綺麗に輝いていかなきゃ、そうやって頑張れば頑張るほど、なぜだか自分は頑張りたい気持ちがあるのに体がついていかない、なんでこのやる気が続かなくなるのだ、愛する人のために変わらなきゃいけないと分かったのに動けない、そういう時にどうやったらそれが続いていくのか、今日はそんなお話をさせていただきたいと思います。はい、どうもよろしくお願いします。橘事務局の中川敦史です。では皆さんにね、今日もこのチャンネルであなたが最短期間で復元ができる成功ノウハウテクニックについてお話をさせていただきたいと思います。で、まあ今日冒頭でねお話をさせていただいた、その頑張らなきゃ、なんとか自分が復元活動の中にその愛する人との愛を取り戻すために、自分でダメだったところをたくさん書き出してみたり、自分が反省すべきところはたくさん書き出してみたり、そして自分磨きの中で自分が痩せてみようとか、新しいことにチャレンジしてみようとか、なんかいろんな動画やチャンネル、そしてネットに転がっているいろんなね媒体の記事を読んで、自分が復元するために何をしなければいけないのか全部たくさん分かってきたはずなのに、なぜかなかなか現実が変わらない、なぜかその思いとは裏腹に自分の心がついていかない、そしてこう言うんですよ、なんで自分はこんなこともできないんだと、自分復元したいのかどうかすらも迷ってきた、分からなくなってきた、本当に好きなのか、それとも私は悲しくてずっとショックで落ち込んでいるだけなのかも分からなくなってきた、どうしたらいいんだ、そういう分からなくて動けなくなればなるほど自分にたくさんのストレスがかかって苦しんでいませんか。あなたは今日この動画に出会った時、そして僕のチャンネルを見ているということは、その葛藤、心の中に渦めいているその葛藤に苦しめられていないですか。せっかく復縁活動に前向きに取り組もう、復縁活動でその幸せを手に入れよう、もう一度振り向いてもらって、あの時の失敗を取り戻そう、そうやって前向きに進んでいるはずなのに、心と体が一致しないのは何でだと思いますか。実はこれは皆さんが見落としている大事なポイントがあるからなんです。僕はね、まずこういう説明をするときに、僕は心理学、そして脳科学といった分野から、その人がなぜ動けなくなっているのか、その正論ではなくね、動いた方がいいっていうのは確かに正論だと思います。自分磨きをして頑張って、自分がもっと魅力的に輝き始めて、動き出して活発的になって、そしてそんな魅力的で笑顔でね、スマイリーな、そして輝いている自分をまた彼彼女の前に現れれば、復元するのはとっても簡単なんですよ。でもそれができないのはなぜか、それはあなたの心が傷ついているからなんです。皆さんはその失恋のショックをちゃんと癒してきましたか。もしこの失恋のショックを自分で自分のその傷を癒すことをしていないんであれば、どれだけあなたに復縁のノウハウやテクニックや知識を全部授けたとしても、実践することができず、その実践がなければいつまでたっても現実が変わらないってなるんだと思います。まあ、人間ってこの脳科学構造でいうとね、爬虫類の脳みそがあって、哺乳類の脳みそがあって、そして人間の脳みそがあってっていうね、まあトカゲとかヘビとは違う私たち脳みそを持っていますよね。金魚とは違う脳みそ、ね、哺乳類、ワンちゃんとか賢いと思います。僕もワンちゃん飼っててね、すごく賢い、餌をね出てくるところ、こうやってパンって1個ボタン押したら、自動で出てくるやつがあるんですけど、1回押した瞬間ね、僕がですよ、普通に出すためにこうやってポチってやってご飯が出てくるようにやった途端に、もう毎回それをね自分でこうやってポチ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 して無限の餌を獲得してみたいな、いやすごいな、犬賢いなって教えてもないのにやったんですけど、だからもう電源切って勝手に餌が出てこないようになんてしたんですが、そんな賢いワンちゃんよりも賢いのが僕ら人間じゃないですか。まあ、何を言いたいかというと、脳みそにはその酸素の構造があって、その本能的な部分から、そして人間的な考えるという部分ですね、その思考深く考えられる部分がある。で、僕が今日ねこんな難しい話をしたいわけじゃないんですが、その傷ついている時ほど人間は
誤った考え方と、そして誤った認知をしてしまうということを知ってみるだけでも、今なぜ別れた後に本来の自分がなかなか取り戻せないのかが見えてくるはずなんです。これは傷ついた心、傷ついたそのあなたを癒すために大事なことなので、ちょっと難しいかもしれないです。でもなるべく簡単にご説明をします。ぜひね、このチャンネルを見て、あなたが復縁活動に対して本当にハッピーな気持ちで、そして毎日笑顔に取り戻していって、そして何よりも一日も早くその大好きな人と暮らせるように、大好きな人とよりを戻して幸せな毎日が送れるように、そういうことを思ってお話をするので、ぜひね、僕の話は最後まで聞いて、この動画の意図、まあ、内容をね、受け取っていただきたいなって思うんです。で、話を戻しますけれども、その人間は脳みそが三層構造になってて、本能的な部分が、まあ、危ないからね、危険だと思って逃げなきゃとかね、動かなきゃ、立ち止まらなきゃとか、そこでこうやって防御体制に入るっていう、こういう脳みそ、爬虫類の脳みそって言われるんですけど、本能で動く部分、そして、まあ、人間になればなるほど賢くてちゃんと視覚的に見えて、そのババってなんかね、いきなり物が動いてもわーってビビらないですよね。まあ、その動いたものが何なのかちゃんと、あ、これは敵じゃないなとか、まあ、これが襲ってくることはないなとか、ちゃんと認知してそれに合わせて行動することができる、まあ、そんな風に言われています。それを中間でね、司る司令塔っていう、こう脳みその、ね、構造が、まあ、あるわけですよ。で、僕が今日のお話し言いたいのは、そんな自分が本能で動いてしまうとき、自分がそのわっ、なんかこれ危ないんじゃないかな、うわ、これはもしかしたら例えば彼に対して、ね、嫌われたんじゃないかなとかね、彼女に対して、うわ、これは怒らせたんじゃないかなとか、その恋愛ってどんどん理屈ではないですから、恋愛になればなるほど、自分が好きになればなるほど、その人のことが夢中であればあるほど、本能に近い部分が体の中で反応するわけですよ。これは脳科学ですから、全人類皆さんが共通して言えることです。理屈でなんかこの人のこの体重が何グラムだから好きだみたいなね、なんか理屈ではないですよね。容姿のこの目と目の位置が何センチ離れてるからうまくいかない、嫌いだとかね、そういうのないですよね。なんとなくその人が本能的によく感じてね、本能的にその人のことが好きになってね、なんかいいな、なんかこの人なんか気が合うな、なんか多分言葉にすると、言葉にすればするほどその気持ちをね、なんかこう表現すればするほど、なんかこうなんかいいなっていうこの気持ちが動いて好きになるものだし、愛し愛されるっていうのが、これが人間の本能なわけですよ。まあ、恋愛になればなるほどそういう本能的な部分が動くわけなんですが、この本能が動いている時にね、自分が傷ついている時、自分がまあ恋愛で失恋をしてショックを受ける、これは誰もがショックを受けるわけです。あんなにうまくいっていたのに、なんでこんなことになっちゃったんだろう、あんなに私たち幸せだったのに、なんでこんな別れ方しちゃったんだろう、別れた後私は変わったつもりなのに、なんで彼はそれを分かってくれないんだろう、彼女はその部分を見てくれないんだろうって、すごく悲しい気持ちになるし、そしてその悲しい気持ちがより一層恐怖を増して、何もできなくなってきたり、自分のその好きなことでさえ、自分の日常生活にさえ支障が来たしてしまうようになるんじゃないでしょうか。で、僕がここで大事にしているのは、このうまくいかないな、自分が思い通りに、自分のその心と体が一致してない時に、あなたは自分に対してどういう指示をしていますかっていうことなんです。あなたはどういう指示をしていますか。人間の脳みそって賢いんです。人間の脳みそは賢いので、まあ要は上司と部下っていうふうに思ってください。上の上司の人がね、これをやってね、あれをやってねっていうふうに、要はトップのボスがね、あなたに命令を下すわけですよね。まあトップのボスっていうのも僕だし、その命令を聞くのも僕なんですけど、自分の中で自己内対話ってあるじゃないですか。そのトップのボスが、あなたはその上司にね、どんな風になかなか動けない時に言われていますかっていう話なんです。これね、すごく面白くて、傷が癒えて早く立ち直る人と、いつまでたっても傷口がえぐられて産んでいって、可能してなんかこう病んでいってしまう、うつ状態になっていってしまうっていう人の、この上司の指示の仕方が全く違うんですよ。じゃあね、皆さんがその仕事上で上司にこんな風に言われたら、どっち、あなたはどっちの上司の言うことを聞きますかっていう話なんです。なんとか一生懸命頑張った、ある時にすごく一生懸命成果を出すために一生懸命頑張ったけど、うまくいかなかった、思い通りの成果が出せなかった、そんな時に、なんだお前はこんなこともできないんだと、お前ダメだなと、何やってもできないなと、これもできないしあれもできないし、結局頑張るって言ったのに結局諦めてるじゃないか、全然ダメじゃないか、こういうふうに叱りつけられる上司、だから早く今すぐやれ、動けっていうふうにね、
命令をされてはいって動けるでしょうかね。どうですか。でも反対にじゃあその上司の人がそっか、でもできることは頑張ったんだね、なんかその自分が一生懸命頑張った部分は見えたよ、 OKOK よくね、その諦めずにここまでやり遂げたよ、素晴らしいよ、でも次はさもう一個この部分を踏ん張ってみようよ、もう一個この部分に工夫を入れてみようよ、そしたらもっと上手になるから、もっと得意になるから、そして昨日はね一生懸命頑張って徹夜してもう目が真っ赤かじゃないと、今日はゆっくり家に帰って寝てなよ、なんだったら僕ポッキーやるからねと、ね、あのお菓子チョコレートのお菓子はい渡して、ちょっと甘いもんでも食べて頭を休ませなよ、もし休んでなんかネットフリックスでもいいよ、なんか家でゆっくりと睡眠をとって元気が出てきたらまた出社して一緒に仕事をしようよ、どっちの上司にあなたは言うことを聞きますか、そしてあなたはどっちの上司であればこのやる気が継続していくと思いますか。おそらく僕の話を聞いてこの後者の人を選ぶ人が多いんじゃないでしょうか。人間なんてね、その強い時であればですよ、自分の心が強い時はおいやってねえなって言われた時にあやりますよと、頑張りますよと、頑張りますっていうかその立ち向かっていけるね、この気力がある時、ガソリンがある時にはどんな風に言われたってあんま大して気にならない、まあまあまあ嫌な言い方だななんて思いながらもそれでも前に進んでいくことができるんです。それは心にガソリンがあるから、あなたが元気ではつらつで、そしていつもニコニコ笑っていて、なんていうのかな、自分に余裕がある時ってそれで前に進めるんです。でも一生懸命自分が頑張った、でもそれでうまくいかなかった、ああダメだな、これなんてダメなんじゃないかな、打ちひしがれている時ですよ、打ちひしがれている時、まさに僕はこの復縁活動でいう最初に失恋をして、うわなんでこんなことになっちゃったんだろう、すごく悲しいじゃないですか、すごく辛いじゃないですか、その現実と向き合うのがなんか考えるだけで泣けてくるし、なんだか自分があんなことを言った自分が惨めに思えてきたりね、なんか自分が情けなく思えてきたりね、なんでこんな風になっちゃったんだろうって自分のことがちょっとこう嫌いになる、嫌になる、なんかそんな風に心が痛んでる時に、あいろんな動画を見てやんなきゃ、自分磨きで頑張ってなんかウェイトトレーニングしたりとかランニングしたりとか新しいチャレンジをしなきゃ、自分磨きで励まなきゃって、まっすぐまっすぐ前に進もうと思えば思うほどそこにはあなたにガソリンが入っていないので、ね、ガソリンの入ってない車のエンジンをねかけて前に進もうとしたってブン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 ね、こんな風にブブブブブってガソリンがないからまっすぐ前に進まないし、まっすぐ前に進まない車に対してわーって怒ってるようなそんなもんなんですよ。でもこの怒ってる、これはね車だったら物だからいいけど自分の心ですよ、あなた自身なんですよ、あなたが怒ってるのは辛くないですか。いい加減その自分が自分に怒るのをやめませんかってことです。怒ってるのは彼でもない、彼女でもない、あなたの友達でも友人でも、ね、親御さんでも同僚でも誰でもない、僕でもない、あなたがあなた自身に怒ってませんか。なんでこんなことも、それじゃああなたの心にはなかなか充電はされないですよ。あなたの心はどんどん空っぽになる一方だし、空になったそのタンクはやがて錆びついていってしまいますよ。それでは心が壊れてしまうじゃないですか。復縁活動ってそうやって我慢と戦うことじゃないんです。まずあなたが元気を取り戻す、あなたが自分がもっとまた楽しくね、自分が輝き出していく方向に行きたいな、前に進めるその動力を手に入れて進んでいかないといけないんです。だからそのために何をしなきゃいけないのか、それはあなたが自分にありがとうっていうことなんです。あなたは自分にありがとうって言えていますか。いやまたこれは別れたその彼女に対してありがとう、付き合ってくれてありがとう、自分でたくさん言いたいこともある、言いたいこともあるけどちゃんと自分の中でセーブして我慢した、あの時自分の気持ちをね押し殺してでも彼の気持ちを尊重した、そんな風に頑張った自分をね、よく頑張ってくれたね、ありがとう、今日も一生懸命ね今日という一日を生き抜いたね、ありがとう。あなたは自分で自分のことを認めていますか。まずはそこからなんです。そして僕はやれることから始めましょうよって生徒さんにもお話をすることがあります。どうしても僕は正しいことが全てって考えてないんですよね。正しいって何をもって正しいかなんですけど、その復縁活動におけるね、活発的に意欲的にどんどん何でも取り組んで、なんかその元気はつらつにボンボンなってくって、こうなっていく姿勢があったら確かに素晴らしい、復縁にはすごく早い、でもそこにガソリンがないんだったらまずガソリン充電しなきゃじゃないですか。だから僕は生徒さんに、いや今日はNetflix見て
もうたっぷり涙流そう。恋愛もの見て、うわぁ、俺ってさぁ、こんなに愛した女いたんだな。こんなに好きになれた男と出会えたんだな。私ってもしかしたら幸せかもな。この主人公とちょっと似てるかも。で、音楽を聴いて、私ってこの歌詞の人とね、同じ経験してるかも。そう思って泣きたい時に涙を流し切ってください。我慢しなくていいんですと。今日お風呂に入った時にポーって風呂浸かりながらね、バーッと遠く見てる時に、ああ終わったんだな、なんかそんな風に思うとすごく心がしみじみしてくるし涙出てくるんです。泣いてる私ダメだではなく、ああ私って彼のことをこんなにも愛していたんだな、彼女のことを俺こんなにも本気で好きになれてたんだな、そんな心から愛せる人に出会えてよく頑張ったな、そんな出会いを自分の人生に入れることができてありがとう。お前が選んだ女は本当に心から好きになれる本当に素敵な人だったよ。よく選んだね。あなたの本能がその素敵な彼、その素敵な彼女との出会いを引き寄せ、その素敵な恋愛を作り上げてきたわけです。だからまずはその素晴らしい素敵な思い出にありがとう。一個ずつ一個ずつ自分のその心の中にある葛藤、うごめいている葛藤によく頑張ったね、ありがとう、ただこれを言うだけでいいんです。本当にこれ不思議なことなんですが、やってみるとすごく大きな効果を得られます。まあ時間にしてだいたい2週間とか、まあかかって3週間、1ヶ月もやる必要はありません。そうやってそうやって自分に自分が言い聞かしていくと、次第と自分自身がなんか心にこうエネルギーが溜まっていくんです。心に充電されていくんです。そしてその彼彼女との付き合いが冷静になって振り返ることができるんです。どの部分が好きで、でも僕はこの部分は譲れなかったのかなとか、なんであんな、まあ、未熟な部分が自分にもあったのかなとか、今振り返っている今の振り返りと、この僕が言った僕に対してありがとう、自分の本能に対し上司がね、部下によく頑張ってくれてありがとうって、そうやって声をかけ続けてくれる、そのかけ続けてってくれた延長線上にその自分の心のエネルギーが満タンになって、誰に何を言われようとも誰に何を言われなくても前に動き出すことができるようになるんです。これって不思議な心の現象だし、脳科学な現象だと思うんですよね。皆さんは自分が自分に対してね、怒っていませんかっていうこと。復縁活動で誰も敵はいないんです。その彼も彼女も、そしてあなたのご友人もご家族もあなたの敵ではないんです。そして何より大事なのは、あなた自身が自分の敵になっていませんかっていうこと。なんか僕はこの今日のお話を通じて、その頑張ってるのにうまくいかないんです、あれもやったのにダメなんです、これもやったのにダメなんです、なんかどん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 ダメなダメなダメなことをこうやってかき集めてね、心がどんどん疲弊しているのに、その疲弊した心だけは取り置いといてね、なんとか自分の目の前だけを変えていこうってやってると、あなたの気持ちとあなたの体には大きな乖離が生まれちゃうっていうこと。これでは実態が伴わないじゃないですか。やっぱり作り笑顔よりも心の内面から本当に楽しそうにしてるんだな、心の内面から本当に輝き出したんだな、自分を取り戻したんだなっていうことに気づくことが本当に大事なことだし、何より彼彼女はあなたのことをもう100点満点って思っていますから、100点満点ですよ。私って10点だったかな、20点だったか、違いますよ。お付き合いしてあなたのことを本当に大好き、そう思っていたその時100点満点なんです。そして今のあなただって100点満点で好きなんです。でも今のあなたが100点満点の自分に慣れてないことに問題があるだけです。そうやって考えてみると、自分を取り戻す、自分を磨く、また復縁に前に進むっていうことが何なのかが見えてくるはずです。ぜひね、今日はちょっとこうテクニック的な話というよりも心の向け方についてお話をさせていただきました。ぜひ参考になったなっていう方はいいねボタンよろしくお願いします。そしてね、本当にあなたは愛されている、で 100% 100点完璧な自分なんだということを自分自身が認めてあげてください。もうあなたはすでに100点だっていうことを自分が認められるようになると、たくさん心のエネルギーが溜まりやすくなって、どんどん早くね、前に向かって復縁に向かって進み出していけるようになりますんで、参考にしてほしいなと思います。そして最後ね、僕のチャンネル本当にいいと思っている方、チャンネル登録しておいてください。僕のことなんて名前も忘れてると思います、チャンネルも覚えてないと思います。そうなんです。ですから
チャンネル登録してまた僕と出会えるようにね。ぜひ次回の動画で、最新動画でまたお会いしましょう。では最後までご視聴ありがとうございます。中川敦史でした。